たまげイヤーゴー見てるかどうかはムービーネックスで。僕はすごいやつなんだと、はい、残念ながらお時間が近づいてしまいましたので、はい、最後にこれからアラジンです こんにちは。今日はようこそおいでくださいましたアラジンです。ジーニーさんです。ジーニーをやらせていただきました山寺浩一です。今日はよろしくお願いします。失礼します。すごいね、おったまげですよね。おったまげすごく驚いたってことですね。そうですね、うん、いい声だな、うん、おったまげね、こういろんな出会いだったり、うん、新しい趣味ができたりとかいろんなことがあったんですけど、うん、やっぱこのアラジンっていう作品に携われたことは本当にでかい経験ですし、岡村智也っていう人生に残る一本に確実になってるので、うんうん、なんか記念すべき年だったなと思いますかね、うんうん、ゴルフの方を始めました。ゴルフの方ですか。この間初ラウンドというのあら行かせていただいたんですよ。初めてにしてパーを2回出しました。嘘でしょ天才。キャディーさんに嘘だろって言われました。ナギのいとまのスタッフたちとも会ったんですけど、ちなみにスコアの方覚えてらっしゃいますか。130でした。でも初めてで。嘘でしょ。そんな人います、うん、次は115ぐらい目指したいなって。2回目はド天才だよ。それこそおったまげだわこっち。おったまげ、ね、ジャスミン役の木下遥ちゃんと一緒にあのいろんな取材というかやらせてもらうこと多かったんですけど、遥ちゃんすごい真面目でなんていうんですか、素朴な人なんですよ本当は、うん、ジャスミンって王子をやってますけどね、うん、でそんな遥ちゃんがこう取材の回を重ねるごとにとてもとてもしっかりしていく。そのなんていうんですかね、まだ若いんですけど、その僕が言うのもなんですけどちょっと成長を垣間見つつ、うん、なんかねひな鳥を見てるような気が成長していく。ちょっとなんか、うん、頑張れっていう気持ちで頑張れって、ね、ずっと見てしまう親鳥の心境でね。そうなんです。北村和樹さんってジャファーのね、うん、人がね、なんでしょうね、うん、あの人は適当なことばっか言うんですよね。和樹さん、和樹さんっつって、いや俺こういうことやるから真面目なことが立つんだよ。あれちょっと似てんな。イヤーゴとにかくモノマネうまいからね。一つ加わったんだ、北村和樹さんのジャファーっていうのはね。行きましたね。いけるいける、すげえいける。なんかもうここにいける。僕好きなんですけど個人的に。いけるなこれ。見てるかどうかはムービーネックスで。誰もカメラを切らないいやそんなあのいろんなエピソード智也くんのね、あのもっとすごいやつになるみたいな歌詞あるじゃないですか、はい、あのすごいの5のビブラートが素晴らしいです。すごいやつのすごいやつの5のビブラートがものすごくセクシー。あほらうなずいてる、わかります。さすがさすが50名のね友也ファンの皆さんは、まあ、僕の何人か出ほしいけどね、まあいいんですよ。山寺さん今中村さんが 生をちょっとなどな僕はすごいやつなんだと。ウォー、この5の部分ありがとうございました。まだいい、まだです、まだです、まだ終わってないから。残念ながらお時間が近づいてしまいましたので、はい、最後にこれからアラジンムービーネクスを楽しむ皆様に向けましてメッセージをお願いしたいと思います。おったまげ、最高のエンターテインメントで誰もが楽しめる作品となっております。それがご家庭でいろんな形で楽しめるというのはもう一生の宝だと思います。孫子の代まで楽しめるこのアラジンのムービーネクス、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。はい、このアラジンのムービーネクスはですね、最高の友達なると思います。よろしくお願いします。本当にいろんなエンターテインメントが詰まって誰が見ても楽しめる作品だと思ったんです。おっしゃったように孫子の代まで楽しめる平成の名作が令和の実写化でもこうやってまた一種のちょっとした社会現象になったように、いつの時代も楽しめる心がここに入ってる、エンターテインメントが詰まってると思うので、ぜひこれを機会に、ムービーネックスの方手に取っていただけたらなと思います。アラジンです。ありがとうございました。